動きが改善することによって骨盤がしっかりと動く、で脊柱管の連動で肩が上がってくる、一箇所改善するだけでいろんなところが取れていくので、骨盤の通信をご覧の皆さん、こんにちは。技能整体院の技能座です。今回は野球型を施術していきます。高校時代の野球で肩を痛めてしまったという方の施術です。野球型ですけれども、骨盤と大腿骨を使っての施術になります。どのような形で施術を組み立てていくかも説明していってますので、しっかりとご覧になってください。お願いします。最初に肩の動きを確認していきましょう。横から上げますね。ここで詰まっていくんですね。逆が大丈夫ですね。逆は大丈夫です。ただ後ろにちょっと引いてくれてるんですね。他に何か肩以外で痛いところとかってあります？肩以外でちょっと腰が左側がちょっと危ない感じ。危ない。前ちょっときつい腰になってるんで、はい、12月ぐらいに、はい、でまあ、今はマシなんですけどちょっと危ないかもしれないです。なんかこれが押しにくいかな。ちょっと脊柱の進展が硬いですよね。まずは肩の動きを改善するためにどこを施術していくかを決めていきたいと思います。そのために見るのが体の動きを確認していきます。じゃあ、まあ、腰が痛いということでしたので、まあ、腰が悪いだろうなと。で腰の動きが悪いので肩にも影響を与えると考えて膝立てて倒します。で見るのが肩が浮いてくるかどうかと、どの辺で倒しにくくなるかなっていうところですね。で反対側、こっちはスッと倒せますけどこっちがちょっと硬いなっていうのを確認しておきます。ただ肩は浮いてきてないのでそこまで悪くないなっていうところですね。で股関節をこう曲させていってゆっくり上げていくとちょっとこの辺で詰まってきます。で今度は反対ですね。右足を見るとこっちの方がなんかこの辺で引っかかりを感じるので、股関節の骨曲が右がちょっと硬いなっていうのを確認して、他にもいろいろと見たりはしますけれども、今回はここですね、この動きが硬いのでちょっとここを改善して肩にどういう影響が出るのかを確認していきたいと思います。でこれの施術方法として、だいたい膝をこれぐらい90度ぐらいですかね。そこまで詳しく明確な角度を決めてはいませんけれども、これ膝立ててもらって苦しくない程度に立ててもらいます。これがあまりにもこれだとちょっと苦しかったりとかっていう方もおられるので、軽く立ててもらった状態 でこの大腿骨の長軸上にゆっくりと圧をかけて、少し硬くなるかな、止まってくるかなっていうところまで圧をかけます。で、気をつけてもらいたいのが、圧をかけるというとグッといくとちょっと今かけすぎてるんですけど、結構体が動いてるのも分かりますかね。もう服が揺れたりとかするとちょっとかけすぎなので、そこまでかけない、ゆっくりかけて動きが止まるようなところまでかけていきます。でさらに大腱子部分を触って大腿骨の長軸上にかけるのと、大腱子を骨盤に当てるような形でさらに圧を強めていきます。かける、でこっからもかけて、でゆっくり待っておきます。
そうするとだん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 硬さが取れてくるので、その硬さが取れてくるのを待ちます。で取れたのでもう一回確認すると、まあ、この辺までスムーズに動いてきているので、まあ、まあ取れたかなというところですね。で、実際にやっていくと取れたかどうか分からない時もあると思いますので、その場合はだいたい10秒ぐらいやってもらったらいいかなと思います。で終わってからこういった形で取れてれば最初よりも屈曲がしやすくなってくるので、立ってればできたと思ってください。でここで肩の動きを確認していきましょう。座ってもらっていいですか。じゃあ手を上げていきますね。はい、というとここまで上がってくるので、まあ、股関節の動きが改善することによって、まあ、骨盤がしっかりと動く、で脊柱管の連動で肩が上がってくるというようなことが起きてきます。なので、まあ、肩を直接触るのもいいですけれども、どこが動きが悪いかなっていうのを確認して行ってみてください。前からも動きますね。はい、でもう一度ちょっと寝てもらっていいですか。膝まあ、股関節の屈曲がうまくいっているので、こういう横に倒したりするのも手と台もスムーズに倒れます。なので、まあ、1箇所改善するだけでいろんなところが取れていくので、どこを改善したらあ、ここまでいけたんだっていうのを確認しながらやってもらうと施術も楽しくなってきます。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね、そんなに難しい施術ではないので、真似をしていただいていろいろと応用していってください。動画の中でも言っていますが、肩にだけ使える施術ではないので、腰だったりとか背中だったりとか、もしくは足だったりとかでもぜひいろいろ使って応用してみてください。それではまた次回の動画でよろしくお願いします。